競争しましょう。あの坂の上まで。じゃあこの競争で勝ったら返してね、ボトル。これでいいんですか？これでいいですか？そうです、いいよ。もらう。ということで行きましょうか。そうだね、行ってみよう。それじゃあ行きます。よーい、スタート。さあ始まりました、山岳リザルト。ファーストリザルトはね、連合チームの方が取りましたんで、はい、ここからは何としてもやっぱりね、山下選手に頑張ってもらって取り返してもらいたいところですね。そうですね。そしてこのね、非常に、高校レース界を代表する2人のクライマーのね、対決しびれますね。ここはやっぱりまだお互い様子を見ながら楽しく和気あいあいと言ってますが、勝負どころがどこになるかですね。さあこの後ね、少し平坦区間を挟んで最後周峰手に向かってグッとね、登りがきつくなりますからね。あー、笑顔が出てます。これ1ポイント獲得。ここは細かく忘れてませんね、山下。そうですね、刻んできますね。細かいですけどもね、これ大事ですよ。そうですね、後で最終結果に響いてきます。ひょっとしたらこの1ポイントが勝負を決めるかもしれませんからね。ここは与那覇もうまくポイントを稼ぎたいところですが、まだ談笑が続いています。そうですね、一発返しておきたいところですけどね、うん、ここは少し平坦になっているところですね。この後もう一度登りますが、さあ先輩が待ち受ける山頂まで行くのはどっちなんだ。あれ、なんか見たことある人いるよ。誰かがいる。あれ、あ、見えてきたんでしょうか。あれ、ちょっと待ってください、クリマさん、これ、はい、あ、乗ってなくてもポイント獲得できるんですね。これはうまい作戦だ。いやー、まさかの、さすがですね、これは。しかもあの山頂には、ほど遠い場所でのね声援ということですから、ちょっとたどり着かなかったのかもしれませんね。多分ね、大差がつくことはないと思いますよ、ね、多分同じぐらいに最後のだから勝負になったから仲良く走ってくるよ。最後の最後でどっちか急にザーって動き出したら、そう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 、スプリントかけてね、来たって見たら翔太郎が登ってきた。もう十分休んだ。まあね、自分のチームは応援したいですけどね。満を持して待ちましょう、待ちましょう、ね、自分たちが乗らないと結構好き勝手言ってますけど、先輩たち。はい、あ、いよいよ直接対決となりそうですね。ダンシング、お、ダンシングが始まりましたよ、栗村さん。残り 250m。 さあここから最大勾配 12% を超える区間に、ね、入ってきますよ。これは結構 12% 普通でも厳しいですからね。はい、そしてただ、さすがですね、ケイデンス高めですね、2人とも。お、まずは与那覇がリードを取る。さあ山下、少し水をあげられているようだが、ここから坂道張りに巻き返してこれるか。これね、インガーはね、本当に部分的にはもう 14% ぐらいのね、勾配あるんじゃないかという激坂ですからね。短い距離ながら激坂、ああ少し与那覇と山下の差が開いているようにも見える。さあ残り 50m だ。これは山下、今からちょっと追いついてこないと厳しいぞ。さあ直線、これゴールの周波点見えてますよ。あ、ペースが上がったようにも見えてました。あ、さあどうだ、先頭行くよだが、そして追いついてきたぞ山下。これは横一線じゃないですか。まだ少しよだがリード。いや、最後のこの上りのスプリント勝負、一番きつい瞬間ですね。あー、そして山下が追いついてきた。さあ横一線だ、あとわずかで山岳リザルトのゴール、白線が見えてきた。さあほぼ同時の通過だ。これはどちらが勝者なんだ。これはもう写真判定レベルですね。さあ見ましょう、横から。うわ、分かりません。予想当たったね、同着だよ。これどうなるんでしょうか、ちょっと気になります。あー、非常にきつそうな2人ですが、結果が気になります。坂道くん食べる皮が、あ、間違っちゃった。じゃあ、羊羹あげる。あ、これは本当に水だ。どうした水。エネルギーバーが入った。水ポカリでいいかい。まだ水、ありがとう。みんなことある。ここでまさかの名シーンが今再現ですね。そうですね。こんな形で。しかし気になるのは結果の方です。もうすっかりみんな結果のことを忘れてるんじゃないかと、勝負のことを忘れてるんじゃないかという雰囲気になっておりますが、ただね、ここは総北としてはね、もう負けるとあとないですからね。そうですね、限界じゃない。もちろん細かくポイントを取るということはできますが、しかしやはりリザルトの方でポイントを見たいところですね。さあこれ見るんですね、 VTR で。
写真判定来ましたね。さあリプレイで見ましょう。ここまだね前は4段だがちょっとリードしていて、うん、山下が少し後ろから追ってくるような状態でした。この辺りでだいぶ近づいてきましたよね。そうですね、一番きつい区間でねうまく山下選手はね、前を泳がす形で最後追い込んできましたね。そしてここから一気に山下が加速、横に並び、そしていやー際どい、これは難しい。はい、というわけで山岳リザルト結果発表でございます。はい、俺見てないんですけどどうだったんですか。なんで見てないんですか。途中で休んでる。何見てたんですか。何やってたんですか。僕はあのグラビアを。なんでそこらで。そうボトルホルダーに何入れてるんですか。グラビアホルダー。グラビアホルダーじゃないし。使い方間違ってるじゃないですか。上で見てた3人はから見てどうだったの結果。いやいい勝負だったんだよ。そう最後のスプリントもかっこよかったし。ね。もうほぼ同着に見れた。同着に見れた。映像を見て。映像をチェックしたとこでも同着。あら。じゃあでもまあこれは走った2人には分かってるわけでしょ、2人的には微妙なね感じが、そうなんです、じゃああの勝った方はこれで負けた方は下向いてもらいましょうか。分かってますよね先輩、すいませんでした。あ坂道くん、君の勝ちだよ。勝ったー、やったー、やったでも本当微妙なさ、本当に本当すいません、本当に微妙なさなんですよ。本当にいい勝負だったよ、本当にね、車輪がそうなんですよ、ちょっとね一歩本当にそうなんです、こういう状態だったんですよね、ほぼほぼ本当に僕らも全然。大接戦を制したのは山下、それにしても本当に僅差でした。いやプロのレースでもなかなか見れないような差でしたよね。これは本当に名勝負誕生じゃないでしょうか。さあこれでまずは両チーム同点となったところで、いよいよ